テーマは AI、 人工知能の AI、 藍染めの藍、そして郷土藍の藍。徳島ビジネスチャレンジメッセが今年も開催されました。今年のビジネスチャレンジメッセには去年よりも35多い215の企業や団体が出展しました。ロボットや環境、食品など展示内容も多岐にわたります。まさに一歩先の未来を手繰り寄せる今回のチャレンジメッセということで、県といたしましてもこうしたチャレンジに対して、各企業の皆さん方が、団体の皆さん方が行う工夫に対して全面的にバックアップ協力をしていこうと。今回は未来をキーワードに3つの視点が盛り込まれました。まずは未来を感じる。新しい産業分野で活躍するロボットが数多く展示され注目を集めていました。これは ALS の患者さんが視線を送るだけで意思を伝えられるロボットです。2つ目は未来を開く。徳島が誇る2つのブルー LED と藍を活用した製品が展示されています。杉の建材も剣玉も藍色に染まっています。3つ目は未来へつなぐ。時代を担う高校生たちも出展販売を行いました。徳島商業高校の生徒たち、貴重な経験となったようです。商業高校でないとできない活動でもあるので、そういう面ではすごく自分のいい経験になっていると思います。経営革新などによる新たな取り組みなどで成果を上げている企業に贈られる徳島県頑張る中小企業大賞の表彰も行われ、魚介類を燻製加工して販売する浜吉水産木和佐燻製工房が最優秀賞に選ばれました。僕なんかが選ばれていいのかなという気持ちはあるんですけど、やっぱり地道に頑張ってきたんでとても嬉しいです。様々なセミナーも開かれました。こちらは LED 製品の開発や新分野への応用を進めるためのセミナーです。 LED を植物工場で活用している事例などが報告されました。 AI にロボット、 LED に AI、 最先端技術が一堂に会したビジネスチャレンジメッセ、徳島から世界へと羽ばたく企業を応援しましょう。